レスリング全日本選抜選手権女子5 0キロ級須崎優衣が優勝。レスリングの全日本選抜選手権は最終日を迎え女子5 0キロ級で東京オリンピックの金メダリスト須崎優衣選手が優勝し9月に行われる世界選手権の代表に内定しました。レスリングの全日本選抜選手権は 今年9月、セルビアで開催される世界選手権の代表選考を兼ねて、東京・渋谷区の東京体育館で18日まで行われ、世界選手権でメダルを獲得すると、パリオリンピックの代表に内定します。最終日の18日は、男女に合わせて6つの階級で決勝が行われ、女子50キロ級では、東京オリンピックの金メダリストで23歳の須崎選手と、 今年のアジア選手権を制した22歳の吉本レミナ選手が対戦しました。試合は須崎選手が2対1とリードして残り10秒を切ったところでタックルでポイントを奪われて逆転されましたが、すぐに開始技を決めて再び逆転し4対3で競り勝って2年連続の優勝を果たしました。 去年12月の全日本選手権に続いての優勝となった須崎選手は世界選手権の代表に内定しました。また男子フリースタイル65キロ級の決勝では東京オリンピックで金メダルを獲得した24歳の音黒拓人選手が今年のアジア選手権で銅メダルを獲得した安楽龍馬選手と対戦しました。音黒選手は17日の準決勝で 今年1月に怪我をした右足の甲を再び痛めましたが、試合では2対0とリードして残り50秒を切ったところから怪我の影響を感じさせない巧みな動きで相手の背後を取るなどしてポイントを重ね、9対0で優勝して世界選手権の代表に内定しました。須崎、課題見つかったが自分にとっての伸びしろ。 女子5 0キロ級で優勝した須崎優衣選手は今大会は絶対に優勝して世界選手権やオリンピックにつなげると思い挑んだ決勝の内容はあまり良くなかったが勝ってたのは良かったと話していましたその上で内容については攻め切る部分などで課題が見つかったが自分にとっての伸びしろだと思うので悔しさを活かして頑張っていきたいと振り返っていました そして来年のパリオリンピックの代表内定がかかる今年9月の世界選手権に向けては人生が決まると思っている何が何でも優勝して自力でオリンピック代表をつかみたいチャレンジャー精神で絶対に2連覇を達成できるよう頑張りたいと東京オリンピックに続きパリ大会での金メダル獲得への意気込みも改めて示しましたぐ黒不利な状態でも勝つ経験はしておくべきと思った 男子フリースタイル65キロ級で優勝した乙黒拓人選手はオリンピック前に厳しい戦いがあることは分かっていた。その中で一試合一試合確実に勝てたのは嬉しいと率直な思いを話しました。乙黒選手は今年1月に右足を怪我して17日の準決勝で再び痛めましたが自分に不利な状態でもしっかり勝つ経験はしておくべきだと思った。 自分のレスリングの実力でカバーできたのは良かったと話していました。そしてパリオリンピックの日本代表内定をかけて臨む今年9月の世界選手権に向けまずはしっかり怪我を直して勝ち抜きたい。パリオリンピックの代表に内定して来年の大会では金メダルを取りたいと意気込んでいました。女子57キロ級桜井が優勝自信つけマットに上がりたい。 女子57キロ級の決勝は桜井つぐみ選手が去年12月の全日本選手権で優勝した南城さえ選手に5対2で勝ってこの階級では2年連続で優勝しました優勝した桜井選手は勝つことはできたが練習してきたことが緊張もあって出せなかった今日の試合を反省してしっかり練習したいと話していました桜井選手は来月1日に行われる 世界選手権の代表決定戦では18日に決勝で破った南城え選手と再び対戦することになりますが、ここで勝たないと世界選手権には出られないので、そこで勝てるような自信をつけてマットに上がりたいと意気込んでいました。男子グレコローマンスタイル60キロ級川永が初優勝。 男子グレコローマンスタイル60キロ級は東京オリンピックで銀メダルを獲得した文田健一郎選手が怪我で欠場した中、川奈誠糸選手が初めての優勝を果たしました。文田選手と川奈選手は7月1日世界選手権の代表をかけて対戦する予定です。